1979年から父親が始めたお店で、炭焼きのステーキにこだわって42年かな、ずっとやってますね。焼くとこを見せるような炭焼き、まあそれこだわってますね今は、夜は5時から10時までにしてます。でお酒も出してます。僕はオリンピックだって開催してもいいとは思ってます。だけどオリンピック対策によってこういう飲食店とか我慢するのはちょっと筋が違うなって。五輪をやるために日本は大丈夫だよって見せたいがための対策じゃないかなって思っちゃってるところが大きい。でいろいろアルコールやって検温をやって各テーブルに消毒回ってレジにもトイレのところにも消毒あって4人掛けの席にパーテーションをしてマスク対策の掲示もちゃんと各テーブルに置いてあるし、それは僕たちとしてはできる範囲のことはやってるますやっぱり去年の最初の緊急事態宣言なんかはもう今のところ我慢すればまた世の中元気になるかなって思いで従ってました。今年は酒やめてって言われたらガツンと、で6月の20日まで、それはもう半分ですね。6月の20日過ぎからまん延防止に切り替わってでなった時にはこれって何のために俺ら我慢してんだろうって思って、ね、結局我慢して飲食店ばっかり我慢したって人手は減ってない、批判があるかもしれないし、ね、だけど自分たちは別にみんなが自粛してる間に、ね、やればお客が入ってどんどん儲かるだろうなんてこれっぽっちも考えてなくて、やっぱり従業員のこともあるし卸してくれる業者のこともあるし、そういう人たちも僕らは付き合わなきゃずっといけないし、この今だけ考えて、ね、例えば従業員をじゃあ来ないでくれとかでお酒もまあ注文できませんとかそんなことやって、例えばまたバッと復活した時にその従業員さんがやすやす戻ってきてくれるとか、そういう保証もないわけですよ。42年やってきて、5月にそのワイン屋から請求書来なかったの初めてですからね、注文してないからそれ協力金もらって自粛に従ってたら他の業者さんは別に何の得もないじゃないですかそういうのもありますね。やることに反対ではないけど、やってもやらなくても店としては変わりはないと。いやもう早くもうこのオリンピックが終わってワクチンとか進んで、それなりに戻ってくるのを期待してますけど。